はい、川添です。今日は豚生姜焼き丼、こちら5キロですね。今日はこちらを食べます。はい、それでは早速いただきます。もう豚肉に甘みがすごいあって、あとこの生姜焼きのタレもすごい美味しいです。で、今回使った材料なんですが、ケントンロース2キロと、ケントンロースの、ロース切り落としを、500g、ご飯を、2.5 キロ、キャベツですね、を用意しました。で、大体5キロぐらいです。やっぱりもうお肉は美味しいですね。もう最高です。もう疲れた時にお肉食べるとすごい元気出ますね。もうこのケントンロース、肉はうまい。肉がちょっと多すぎてご飯隠れてたんですけど、もうご飯とこの生姜焼き、もう最高ですね。もうよく合います。
はい、豚肉最後の一切れです。
はい、というわけで豚生姜焼き丼5キロ、完食です。ごちそうさまでした。というわけで、本日もご視聴ありがとうございました。次の動画も、見てくださると、すごい嬉しいです。次回もよろしくお願いします。以上、川沢でした。